さんこんばんは、平井です。小太郎です。まあじゃあ小太郎さんは今何してますか？今 YouTube と YouTuber が一つ、うん、そして会社に今回復帰することになって、投資関連の小さい会社で、うん、小さい本当に可愛いリージをやってます。もう社長？はい、あ、社長ではないですよね。はい、理事。はい。なんか会社でシステムとかを、なんか制度とかあるじゃないですか。うん、それをちょっと成立して、なんか皆さん、スタッフさんとか、いろいろ、なんか社員の皆さんのいろいろ話を聞いて、人事みたいな感じ、人事評価とかそんなのをちょっと作りながら、はい、そんな仕事を。でも今この絵も小太郎さんが描いたんじゃないですか？はいはい。あ、めっちゃすごい。あ、全然全然。めっちゃ若いのに会社もやって、YouTube もやって、マジで絵も描いて。え、大好きで。もう、はい、僕の絵はめっちゃ下手なのに、小太郎さんめっちゃすごいんじゃないですか？あ、いやいや、兄や兄や兄やよ。いやいや。もうめっちゃ本当この投資で。すごいすごい。ありゃよ。韓国の会社通ったら、もういいこととか、なんか日本と違うっていうか、そういうのあります？僕は日本の会社にはいたことないから。うん、でも日本に、はい、いたことあるんじゃないですか。はい、なんかその時にはやっぱり研究のために、うん、なんか僕の大学生の時にのその専攻研究の分野がサービス工学だったんですよ。サービス関連のデータとかを集まって統計の分析をして、うん、そうすることなんですけど、やっぱりサービスだったら匂いじゃないですか。少しぐらい、うん、論文、小さい論文。はい、あ、僕はなんか日本で貿易の会社を通ったことがあって、やばい。まあ運が良かったんですけど、はい、うん、でも僕は韓国では、まあ、僕の会社だから、うん、まあ、いや、それ、さて、いるきゃ、あんじゃ、얼굴이더잘보일까？얼굴이、이게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 、あるからなんか違うところがあるんじゃないですか、うん、ありますね。ああ、はい、まあ韓国の会社はどうですか？なんかやはり韓国ではなんかこう下ネタっていうか、なんかそういうのしたらめっちゃやばいんじゃないですか？あー、下ネタですね、うん、やっぱり実は韓国ももともとは下ネタが多かったんですよ、会社に。あー、やっぱり上司社員とか少ないし、僕の業界では結構上司の方はあんまり少なくて、下ネタめちゃくちゃあったんですよ、うん。でも最近僕が復帰してちょっと驚いたのは、うん、下ネタ、なんか性教育ということをちゃんとしないとダメなんですよ、会社でも。お、会社で？はい、だから誰かが先生とかが、あ、先生とかじゃなくて先生さんが来てみんなの前でどうすればあかんです、なんか会社でこれはいい方ですみたいな感じで、いろいろなんかちゃんと、うん、昨日勉強しました。昨日全社員で。おお、何の勉強？どんな言葉をすればダメかとか、お酒を飲むときになんかちゃんとお酒飲まないとしたらそれもちょっとダメなことみたいな感じで、下ネタはだからする人はなんか簡単に仲良くするから、うん、たまにするけど。どんなレベル？どのくらいできるっていうか。どのくらいしても夜までの話は直接はできないぐらいなんですよね。あ、そう、違うか。なんか会社によると思うので。ああ、なるほどね。会社の文化があるから。うんうん、それと会社の通ってる人たちがめっちゃ優しくて、うん、そういう下ネタをしてもめっちゃこうめっちゃ気持ち悪い、女の子としたらめっちゃ気持ち悪いかもしれないんじゃないですか。そうですね、うん、でもめっちゃ笑いながら、うん、うん、こう一緒に話したり。仲いい会社だ。うん、めっちゃ仲はめっちゃ良かった。僕の会社ちょっと硬いですね。硬い？硬いですよ。なんか仕事する時には他の人とは会議とかじゃないとあんまり話さないし、結構厳しい感じになっちゃうから。僕も会社では、うん、ちょっと僕がもう一度聞いてみたいのは、うん、仲間いるじゃないですか、やっぱり一緒に仕事をすると。そうそうそう、仲間で一緒になんか遊んだりしますか？おー、うん、そう、めっちゃ仲良かったから
なんか仕事終わったら一緒にランドワンでも行くとかになって、じゃあ一緒に遊んだり、ランドワン、うん、ボリングとか、あ、そうそう、はい、みんなでやるとめっちゃ楽しいんですよ。あか、僕の会社だったらやっぱり会食とかするじゃないですか、うん、みんなで、うんうん、会食めっちゃ少ないんですけど、その時にはお酒めちゃくちゃ飲みますよ本当に。なんか僕もただ話しますよ、初めての入社して初めての飲み会になったら、うん、その時には絶対にお酒めちゃくちゃ飲むから、あーそっかそっか、うん、覚悟してよみたいな感じでするんですが、その会食が1年に5回 3回ぐらいしかないから、その時にはめちゃくちゃ飲むけど、その以外にはあんまり遊んだりするのはないです。なんか飲まなければならないんですか、はい、そういう時には絶対に。なんかもしかして新入社員が来ました、そうなら僕もさっきは弱いんですよ実は。あ、弱くてあんまり好きじゃないけど、うん、その入社した人って仲間じゃないですか、うん、その人の本心を確認するために、うん、僕めっちゃ飲みますよ。じゃあこれら俺飲んだ、俺飲んだ、飲まないのみたいな感じで厳しいんですよね。なんかめちゃくそれは辛いな。僕もよくお酒めっちゃ弱くて、弱くてもその時にはもしかして入社したら、初めての飲み会では初めて明るくして、後には死んでこうやって行きますよ、こうやって帰りますよ。なんかタクシー費とか、うん、そういうのも全部なんか会社から出すし、明日の出勤はちょっと遅くしてもいいよみたいな感じになって、だから今日はちゃんと飲んでみてみたいな感じで。そっか、はい、厳しいですね。厳しいね、はい、昼ご飯はどうするんですか。え、韓国は昼ご飯、なんか会社で昼ご飯、うん、昼ご飯、あ、昼ご飯はあの会社の隣にいろいろ店あるんじゃないですか、うん、そうだ、その店の隣で普通に食べる。みんなで行く、あ、みんなで行きますね。あ、みんなで行く、はい、でもなんか日本は弁当が多いんですよ、うん、あ、弁当多いですね、うん、それで僕もなんか聞いたのは、うん、なんか韓国で聞いたのはみんなで昼ご飯になったらみんな食べに行こうってして、そうですね、一緒に食べたりなんかするけど、うん、日本はなんか弁当を持ってくる人もいるし、うん、別々食べるんですよ、うん、韓国だったらやっぱりメニューとかも、うん、もしかしたらそのみんなで行く団体で、うん、団体で一番上の人が、あ、これ食べたいなとしたらみんなそれを食べるみたいな感じで、だから僕は楽ですよ。チャチャメ食べたいなとしたらみんな、あ、チャチャメいいです、チャチャメいいですよねみたいな感じで、それでみんなチャチャメ食べたりする。そうですよ、そっか、うん、でもなんか日本はそういうのに自由があってめっちゃいい、はい、お酒も飲めない人は飲まなくてもいいし、うん、うん、そういう自由があって、はい、褒めてよかった。ここはなんかお酒、匂いだけでも酔っ払ってしまって、それでそういう自由があったらもっといいなって。それでなんか僕は日本の方がもっと合ってるというか。そうですね、うん、いいですね、文化が。あ、文化がめっちゃいい。そう聞くとやっぱり韓国って厳しい感じがあるかもね。ああ、そうそう、はい、なんか面接をしても、うん、僕も韓国に来て韓国の会社の面接をしたけど、はい、その面接の主張がお酒強いとかそういうのを聞いて、あ、僕は絶対にそんなのしません。本当に絶対に。ああ、そう、はい、もう絶対に絶対に。うん、問題になりますよ。あ、問題になる？もちろんですよ。あ、僕なんかそういうの聞いて、お酒飲まなきゃいけない会社なのかって。あ、その会社は行かない方がいいと思います。あ、はい、そっかそっか。それでなんかやはり韓国はお酒がめっちゃ好きだなって。そういうのがちょっとなんか日本はなんかいろいろあるんじゃないですか。はい、なんか日本のバーに行っても、なんかお酒弱い人も、なんかカラオケもあって、なんか歌歌ったり一緒にこう楽しんだりするけど、韓国はなんかお酒だけこうあるんじゃないですか。はい、うん、そういうのに厳しいなって。そうですね、うんうん、今日太郎さんが本当は僕を手伝ってくれて、こう、ないですか、全然全然、僕の YouTube にも出てくれて本当に栄光栄光です、栄光本当。いつも僕を助けてくれて、ありえよ、弟なのに僕が手伝うことができなくてありゃありゃね、本当にありがとう。まあ楽な皆さん、本当小太郎くんのこと本当に助けてくれたら本当嬉しいなって思います。ありゃありゃありゃ、小太郎さん、楽な皆さんに話したいことある
あります？はい、ラクルミの名、本当に今日はドライコンとコラボすることになって本当にめっちゃ嬉しいし、なんか会社の、日本と韓国の会社のいろいろな文化について、うん、直接こんなに話したことはないんで、うん、めっちゃ嬉しい時間になりました。本当にありがとうございます。あ、ありがとうございます。見てくれて皆さん本当にありがとうございますね。ありがちゅう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 みんなバイバーイ。バイバーイ。ラクラク。